あのみっちゃん家でちょっとね乾燥が終わったということで、ちょっとね乾燥機からこっちのね、こっちは最新式だね。俺んちのあの板で測ってたやつとはあれだけど、これで自動でね、しかも止まるっていう感じらしいです。一応今前使ってたやつの設定が 26.5 になってるんで、うちの場合ね25にしてたんで25に設定してもらいます。そしたらね、ここに乗っけんだね、もみ袋で上からドバドバ出しといて、溜まったら自動で蓋がパタって閉まるみたいです。この設定よりも少ないんだ、実際には。設定より少ない、うん、ってなんだっけ、実際の量は。ああ、 26.5 にしとくと25ぐらいになるってこと。うん、だからこのままでいいかもしれないでね、これ袋の重さは引かれるんだ。あ、そういうことか。まあ、ね、ほんの、まあ、2-3 グラムぐらいしかないと思うよ、袋は。どうなんだろう、1個だけやってみてか、だいぶ分かりで測るからね。袋縦重量、袋だけで 1.3 キロってことじゃないよ。そんなにあんの？そんなにないよね。袋これでしょ？このもみ袋だよ。これは1キロは多分ないと思うんだよな。ほんの、あれかな。あれかな。乾燥して減る分とかが入るってことかな、それか。かもしんない。これ何グラムしか多分ないと思うよ。まあ一回これで測って240g、これで一回測って、あのバネばかりで一個だけ測ってそれに合わせればだろうか、うん、バネで初めて見るやつなんで、ちょっと使い方よくわかんない。フーデーとかもあるの多分。最初はこれ少し持ってるような。ああ、じゃあちょっと俺持ちます。ちょっと解除したのかな。あ、今本当の何キロにセットするの。うちで25でやってたんですよね、一応。まあでもちょっと、もう一回取り止めて、うちで食うやつだから、そんなにぴったり剥がなくてもいいんですけど。あ、6しかない。じゃあこれで OK なんだ。で、入れるときから下げればいいんだ。16キロになってる。あ、今、あ、いけんじゃない。あ、こうか。あ、やばい、あげちゃった。今ロックされてるの、多分。今。あ、今ロックされてるの、うん、だからそれセットしてこれ下げればいいんじゃない。これ入れてみます。これでロックの解除になるか。下押すとロックが解除なんだ。うん、多分ね、ダイヤルがね、排出にして。下にすると、そこのロックが外れるんだ。うん。袋1にしとけばいいのかな、これ。ん？袋数って書いてあると思うから。袋数？あ、それリセットで。ああ、これでフーデーゼロってことか、うん、袋込みで。で、何袋、袋詰めされたっていうのがここに。ああ、そういうことか、なるほど。測れるんだ、それも。うん、カウントしてる。これと、うん、あの、なんだろう、ロックがかかるたびにガチャンガチャンって。1、2、3。これもあんま縛ったことないから。ああ、まあ、縛んのは俺できるんで大丈夫です。あ、大丈夫です。これちょっと、もうちょっとこっちの方がいいですね。張り込みはやっぱ牛乳とパンペって。張り込みは牛乳とパンペって一回。いや、それ違う。その張り込み、あ、100ボルトなんだ、これって。これは100ボルトみたいですね、コンセントの。はい、上に上げると排出が、こっちから、こっちから、ほら、ああ、なるほどね。ちょっと待って、こっちが、こっちが、自動で行くのかな、まあいい。じゃあ、これで、これでちょっと入れていきます。ここが入れてる、自動で止まるんだね、これ。はい、こっち止めなきゃダメだよ。あ、これも止まんの？うん、あ、上も止まんだ。
わかんないけど。あ、これ自動で止まんないんだね。あ、来てる来てる。26.5 にはこれ、違うわ。うん。これ、場所がさ、悪いな。あ、場所？うん。一回止める。場所が悪かった。そのまま入り込んだって。このセンターの影響が。この、これ抜けば。これで。これ。あとからこの金具これ何て言ったのまだ抜けてないね、まあ、大丈夫大丈夫、うん、これんちどうせ米つくとき米の電話だと色彩選別とかで弾かれるもん、うん、多分大丈夫だと思うこれぐらいは大丈夫、うん、少しはあ、うちで食うやつだから大丈夫豆腐ね、捨てるとね、飛び込んでっちゃうのすぐ乾燥してる、ね、後ろにでも、あれ出てるんですか出てると思う多分、皿にいっぱいのやつネカリキはあれかなできるだけボタンはもう入れないことにしたのそんなことかとりあえず、これちょっと一回重さ測ってみるここで何キロになってるかの測りにここだと多分少し登ってるのが出てきちゃうマイナス20がこれでも一応測ってここだけちょっとまあでもこれでこれ内側のがキロですよね多分、うん、25.2 ぐらいだからちょうどいいぐらい、うん、ちょっとだけ多いぐらいやん多分200ぐらいあ、おはようございますすいませんちょっと今これカブジャに頼むあ、すいません、ありがとうございますすいませんあ、すいません、ありがとうございますあ、じゃあいただきますすいませんありがとうございますちょっと今、うちの乾燥機壊れちゃってちょっとやってもらってるのでみっちゃんちでいっぱい作っておくの大体まだま一旦まだ半分ぐらいなんで一旦6000ぐらいあるんでちょっとかすいませんちょっとお借りしますじゃあそれから一回まあ面倒じゃないこれかけるさ袋にじゃ入れちゃううん袋持ってきてこれ入れちゃうそのやつの袋もそれも入れてゼロになる、うん、ああこれで風でゼロにすればいいのあそれリセットしたともう分からなくなるよ何袋ってのは自分で数えないとああ、ま、マイナス1個ぐらいにしとけばいいいつのできないのああできないあの頭の中で覚えとけばああちょっとりあえずこれで冬でゼロでまたこれがね排出冬でね、うん、カメラポッチ動いてきた止まるあ、自動で止まんの試しにちょっと自動で止まるかどうか今やってます超えて溢れてきたらちょっとわかるだけどちょっと怖いけどちょっとね我慢してあ大変だもんねもうわざわざその今22345あ止まったああ少し後から出て、あ、26.5 になったんですよ。
これ25に設定しないことあるかな。これで 26.5 ピッタリぐらいになった。このこれを取んなきゃダメか。このこれを取んなきゃ。これを取んなきゃダメ。この。ああ取れない。取った。そうか。板を取んなきゃダメ。うん？25。うん。これ外して26.5 になるかもしれない。あやっぱ 26.5 ぐらい。これだと 26.5 だからちょっと抜くようかな。想定用でね。今度は25で。ここでやる。さっきやっぱ上自動で止まった。止まる。上は止まるの。20、21、22。これで少しして多分あれがぴったり。ああ、これでぴったり25位。じゃこれ測ってみる。あ、あれ、こういうかな。別のやつ取ります。これ入れないとやっぱまずいかな。別のやつ。これ、倒れ、あ、倒れてたんですよ。あ、OK です。これでね、ちょうど25にやっぱりなってます。じゃこれはもう縛っちゃって OK。